人間万事採用が、日の絵馬は、青島幸夫作の小説、著者の母をモデルとしている。署名は、主人公花が日の絵馬に生まれたことによる。戦中から戦後にかけての下町の生活を、高談調で記述している点に特徴がある。タイトルは、中国の古書、ワイナンコに書かれている古事、人間万事採用が馬のパロディ。 1981年第85回直樹35章受賞作品。1982年に TBS によりテレビドラマ化された。なお、本作には以下のような特徴がある。このような要素が重なった作品は、日本の文学史を見渡しても他になく、超マルチタレントとも称された、チンタオの優れた才能の一端を示すエピソードとして知られる。 五福問屋が並ぶ東京日本橋の堀止町にある仕出し弁当屋弁理区が舞台となっている。主人公花は21歳の時に人情味あふれる賑やかな下町に嫁いだ。そして夫の次郎と共に、健一、康二の二人の息子を育て上げる。また様々な事件に遭遇するが、持ち前の明るさとたくましさで乗り越えていく。 夫の次郎に招集令状が届き従軍、福音、再招集、帰還、そして戦後に旅館業を営み、次郎が亡くなるまでを描く。1982年4月28日から同年7月21日まで TBS 系列の日立テレビシティで放送された。全13回 ABC 参考テレビドラマデータベース。ありがとうございます。